え先日ですね福沢諭吉の「脱アロン」というのを読んでおりましてえとまあ非常に重要なことが今でも重要なこと書いてありますしもちろん歴史的な書物っていうのは現在とは違いますからえ現在書かれたものと同じ尺度で見ることはできないんですがしかし150年も経ってですね現在でも有効なものは何だったかというようなことは考えられるわけですね。 えー、ここの題では友の条件と書いたんですけど友達というのは私たちの人生で非常に大きな役割を果たしますまあ、普通は小学生ぐらいの時に親友というのはできますかね私なんかもそうでしたが小学生中学生ぐらいですとですね本当にこう心の友っていうのができるわけですねそれはその何て言いますか家も近いししょっちゅう行き来してるとか家庭環境が まあ、似てる場合が割合と多いっていうようなこともあると思います。それから、距離が一緒なので、ええー、まあ、長く距離と同じという体験ができるっていうようなことがあって。しかし、友人というのは偶然にできるとは限らないんじゃないかというふうに思いましたですね。この脱ア亜論というのは、国と国との、まあ、友人関係なんですが、ええー、まあ、福沢諭吉はですね。 まあ絶対に韓国とか中国とまあシナと言ってますけど、韓国とシナと付き合っちゃいけないとまあ言っておりますね。まあその条件として二つ挙げております。まあ非常にあの的確であろうと思いますし、これは国と国との付き合いであっても、まあ個人とか団体同士とかまあいろんな点で応用が効くのではないかと思います。それからもう一つは福沢諭吉が脱亜論を書かれてから。 も150年以上経ってるにもかかわらず、えー、現在の日本と朝鮮の関係日本と中国の関係なんでまるでもう本当に昨日新聞でおかしいですねと言ってることを福材一警は当然ですよと言ってるということで,です、ね、その軽眼というか目の鋭さというのを感じるわけですが、えー、まず第一条件はですね 過去を大切にするけれども過去は過去として処理できる人国じゃなくちゃメだって言うんですねつまり人間の人生であっても国の人生であってあの国の運命であってもですね過去っていうのは存在するわけですね過去っていうのは必ずしも楽しくないんですよ、まあ、苦いいい過去っていうのが多いんです、ね、まあその時その時は一生懸命やったんですけどそれでもやっぱり苦いわけですね まああの人間個人個人のことっていうのはまあお聞きになっている方が思い起こすことができると思うんでそれはあんまり言わないことにして例えば日本と朝鮮の関係まあ日本はあの日清戦争に勝って朝鮮を取ったわけですけどもまあ取りたたくなななかっとと言えいいこともないんですねそれはなんで取りたくなかったかっていうとまあ,まあそのその頃伊藤博文とか福沢由吉が言ってたのはその通りなんで。 朝鮮なんか取ったらもう絶対に過去のことばっか言うからもうこじれちゃって駄目だとつまり現在の状態はそうなんですね、まあ、これは右翼の人なんかが一生懸命言ってますけれども日本が朝鮮を併合した時っていうのは朝鮮っていうのは、まあ、神みたいな中国の芯みたいなもんだったんですよ。で日清戦争で勝ったので朝鮮に一応王朝っていうのはあったんですけどもまあ 日本で言えばなかったようなものの状態なんですね。それでまあある意味。じゃやむを得ず朝鮮を併合した。ま、伊藤博文なんかもやめた方がいいよ。ってずいぶん言ってたんですけど、もまあ殺されたりなんかしましてね。伊藤博文まあしょうがなくて、朝鮮を併合したわけですね。しかし、併合せざるを得なかったっていう点もあるんですね。つまり、あの頃は帝国主義ですから。 ロシア中国というのと日本とが争うということになるとその中間地点の朝鮮というのはどうしても誰かが取ることになるんですね。これはあのヨーロッパでいえばベルギーとかそれからポーランドなんていうのがそれなんですけどもただそういう大国の間の小国っていうのはどうしても必要なんですがその人たちがですね過去は過去で事情があるんですからね。だから だけど過去はそで面白いこと言ってるんですねそういう人たちは必ず嘘をつくって言うんですよだからまあ今度え自衛隊のあのレーザービームの話がありましたけれども結局そういう人たちは嘘をつくんだって言ってるんですよ副罪記者ですねそうすると嘘をつくとあの世界ではどっちが正しいか分かんなくなるんだっていうわけですねゴタゴタしてるということしか分かんないつまり嘘をつく人っていうのは付き合っちゃだめだっつってるわけですね 嘘をつく人とは付き合っちゃダメだこれが友の第一条件だで嘘でを言う人っていうのはどういう特徴があるかっていったら過去にこだわる人だって言うんですねいやもうまさにそうで千年の恨みなんて言ってますからねですから結局過去を過去としては大切なんです伝統ですから伝統は大切にするけども過去には過去の事情があったというふうに思える人その人と付き合いなさいっていうことで 福沢騎士なんかはもう例を挙げてですねもう絶対韓国とたちは朝鮮と付き合ったら朝鮮の人たちは後になったら日本はひどいことしたひど,ひどいことしたっていうに決まってるよっていうわけですね。まあ、日本は随分日本は東北にお金を注ぐのをやめて、えー、朝鮮半島に注いだわけですね。それから、えー、名古屋大学なんか帝国大学にするのを待って、えー、朝鮮の方に帝国大学を作ったと随分、まあ、やったんですけど。 ダメなんですよ。それはもうダメなのは不在期に言わせれば、過去の恨みを忘れない人っていうのは友達にはなれないっつってるんですね。だから無駄だっつってるんですよ。僕もそう思います。今もレザーがどうのこうのって朝鮮の人の悪口なんか言ったって何の意味もありません。もう一つはシステムが違うとダメだっつってるんですね。まあ、彼はここで二つあげとあの一つ挙げておりますが、徳が幕府のままだったら日本は近代化できない。つまり えー、ある条件を例えば日本がヨーロッパと付き合うためにはですね、うん、友人になるためヨーロッパと友人になるためには徳川幕府ではダメだと言うんですねやっぱり同じような制度じゃなくちゃいけないとこれやっぱり個人ですと同じような家庭環境同じような考え方じゃないとやっぱり友人とは思いませんね、まあ、き綺麗語といえばですね 誰でも友人になれるよって言うんですけどそうでもないんですねというのは友人っていうのは,っのはどっちかってったら心の痛みとかそういうのが相互に口に出さなくても分かる人ですからねだからそういう意味ではやはり制度だから今私はあのその不在記者の話だけどですね中国とは絶対ダメだって言うんですよ。そういうまあそのその頃中国は共産主義じゃないんでそう言ってるわけじゃないんですが意味はですね中国は共産主義です。共産主義はまあ 投票権もなければ虐殺するしと全然今の日本と違うだから我々はどんなに変でもアメリカとは付き合えるけど、えー、中国とはやっぱ駄目だとだ徳川幕府のままではヨーロッパとは付き合えませんよと付き合うことができませんとだから福澤一はその当時必ずヨーロッパと付き合うためには日本がまずは民主主義っていうか資本主義っていうか自由主義っていうかそっちにならないと。 共産主義のままではダメだ、それから封建主義のままでもダメだとま言っているわけですね。ですからまあ、友の条件が2つあるわけです。過去は大切にしてでもいいけれども、過去は過去として恨みを残さない人、それから制度とか環境とか考え方が基本的には同じ人、つまり心が優しいとかそういうのでは友達にならないとこ言ってるわけですね。 それから僕がそれを読みながらですね脱話論には書いてありませんが僕がそれを読みながらもう一つ条件あるんじゃないかなと思ったのが喧嘩を好きな人と楽しい生活が好きな人とどうもね人間とか国っていうのはどうしてもあるんですよ。でこれは人間同士でもあるんですね。喧嘩ばかりしてる人もいるしまあいいやいいやっつってニコニコ笑ってる人もいるんですね。国もそうなんですよ。韓国とか中国っていつも争ってるんですよあれ。もうね 2,000年間争ってるんですよ。そうかというとそんな争いのない国あります。例えばフィリピンとかインドネシアなんてもう全然争ってませんね。だからあの必ず人間を争うっていうわけでもないんですよ。争いがあまり好きじゃない人っていうのは本質的なことが分かってるんですね。やっぱり自分の意志を貫いたり自分が得したいと思うけどもそんなことして争ってるよりかみんなでニコニコ笑ってたらいいじゃないかっていう考えがあるんですよ。僕はフィリピンに行った時ですね えと大きな絵がありましてえそこにキリスト教の聖書とイスラム教のコーランが土の上に置いてありましてねその上に鳩が止まってみんながそれを見てるんですねそこにですね何て書いてあるかって言ったら何で,で,で争うのかフィリピンの人分かんなかったんですよね。イスラム教の人が来たりキリスト教の来たりしてまあ両方とも立派な聖典持ってんのに喧嘩ばっかりして殺し屋ばっかりしてるわけですね。 おかしいと思ったわけですよ。だからそういう民族もいるんですね。ですから日本も付き合うならですね。私は付き合うなら日本はやっぱりインド、インドネシア、フィリピン、トルコ、イラン、サウジアラビア、こんなとこはね、すべての条件が整ってるんですが、近いから友達になろうっていうのがいけないんですね。あの複雑性を背負っています。中国と朝鮮が隣だから友達になるっていうことじゃないと。 両隣向こう三間両隣に友達がいるわけじゃなくて一角向こうに友達がいる時もあるとそんなことにこだわるなと言っておりますがまあその通りだと思います。